松葉貝は、笠貝目ヨメガ笠カに分類される巻き貝の一種。笠型の貝殻を持つ、いわゆる笠貝の一種で、日本を含む東アジアの温暖な岩礁海岸で見られる。牛の爪などの地方名もある。角張5センチメートルほどの個体が多いが、老生個体は角長、角張8センチメートル、角虎2センチメートルに達する。日本産笠貝類では、 南西諸島産の大別甲が差しいテスチュディネリア、小笠原諸島産のかさがいしいマザトランデカに次ぐ大型種である。若い個体は体高が低くて殻も薄いが、老成個体では体高が高く、身も殻も厚くなる。殻口は前方が狭まる楕円型で、拡張も前方に偏る。角氷の地色は肺褐色やアン青色で、その上に赤褐色黒色の模様が入る。 表面の模様は二通りに大別でき、拡張から太い帯が放射状に入るものと、細かい波線が成長あばらに従って、同心円状に入るものとがいる。同性個体では、両方の模様が発現したものもいる。一方、殻の裏側は中央に、大色から黒褐色の楕円形の反転があり、その周囲に弱い真珠光沢を帯びた青白色部がある。殻裏の配色は、 全個体共通なので、同定のポイントとなる。標準和名、松葉貝は、放射状に入った、石葛式体が、松の葉が広がる様子に似ることに由来する。また、別名、牛の爪は、笠型の貝殻が、牛の蹄に似ることに由来する。小賀半島、房総半島以南の本州、四国、九州、朝鮮半島に分布する。 岩礁海岸の長官帯上部に生息するが、外洋に面した綺麗な海岸を好み、内湾や汚染の進んだ海岸には少ない。干潮時に岩場に踏み入ると、岩の割れ目や垂直に近い岩肌に張り付いているのが見られる。海岸に四角が打ち上げられることも多い。波に現れた岩の上を這い、表面の微小藻類をヤスリのような施設で削り取って食べる。 夜の方が活発で、昼間の移動距離が1メートルそこそこなのに対し、夜間の移動距離は3メートル以上に達する。カサガイ類が多く住む。岩礁長艦隊では、肉眼で確認できるような海藻類が微細な芽生えの。こうした場所から、カサガイ類を人為的に除去すると、それまで抑制されていた大型の海藻が生え始める。そうなると、カサガイ類は吸着する岩盤を海藻に奪われると、 共に、微細藻類だけが生えている露出した岩盤が少なく、なるので餌を食べることも困難になり、再侵入が妨げられることになる。このように、カサガイ類は、岩礁長艦隊の環境形成に大きな役割を果たしているグループである。天敵は、イボーニシなどの肉食性の巻貝、ヒラムシ類、ヒトデ類などがいる。これらの天敵に遭遇すると殻の表面まで、該当膜を広げる。 滑らかな外頭膜はしがみつきにくく、これで上からの仕掛か,かる敵を防ぐ。また、誤ってひっくり返った個体は、魚類や甲殻類にも捕食される。繁殖は、海中での体外受精で、それぞれの個体が放卵放生を行う。受精卵は海中を浮遊しながら発生し、孵化したトロコフォア溶精、続くベリジャー溶精の期間も、海中でプランクトン生活をする。 人や地域によっては食用にされる。焼き物、塩茹で、味噌汁、炊き込みご飯などに用いられる。大型で身が厚いものは刺身にもできる。ただし市場に流通するほどの漁獲量はない。生貝を採取する際は貝殻と岩との隙間に素早く、スプーンなどを差し込んで剥がすと採取できる。上からつくなどをして刺激を与えると驚いて岩肌に強く密着してしまい。 採取は難しくなる。しかしながら10センチメートルに達するまで20年以上の歳月を要する非常に長命な回である。また上記にあるトリガン症状艦隊の環境形成に大きな役割を果たしているため最低限の採取とし、ありがとうございます。